神を超えるか、こんちは。今回、次元の闇、終焉の闇で登場する、アマテラスとツクヨミ。まあ、今回の目玉カードなんですけども、このカードについて、まあ、ちょっと皆さんと一緒になんか予想を、まあ、予想つっても予想できることなんてまあ一つもないんですけど、まあ、ちょっとどんな性能になるかっていうのを、ちょっとなんかコメント欄でなんかこう議論してもらいたいなと思って、まあ、ちょっとなんか、まあ、ちょっとしたなんか遊び程度の感覚で、まあ、コメントになんか議論してもらえればすごい嬉しいなと思います。でちょっと私のまず見解から述べると、多分このアマテラスとあのツクヨミっていうカードは、まあ、バハムートアマテラスで検索すると、まあ、バハムートで使われているカードが、まあ、あの出てくるんですけども、そのアマテラスとツクヨミの、まあ、元のイラストのカードがないんですよね、この2つのイラストが。だから多分これ新規イラストで新しくこう書かれたカードで間違いないと思います。あのバハムートで検索してもこのイラストのアマテラスとツクヨミっていうのは出なかったんで、間違いなく新規イラスト。で多分1枚のカードでこのアマテラスとツクヨミが混同した1枚のカードで多分出てくると思います。バハムートであればなんかアマテラスとツクヨミっていうのは分かれて、1枚1枚のカードとしてあるんですけど、これ1枚1枚のカードで多分一緒で出てくると思います。で1枚なんか多分スペルカードかなって個人的に思ってて、アマテラスを選んだらなんか光のなんか効果を選んで、ツクヨミがなんかツクヨミのもう一つのチョイスの効果だとなんか闇の効果が出るみたいな感じだと私は予測します。ただカードの効果のその詳細な情報に関してはまだちょっと予測するも何もちょっと難しすぎるっていうのあるんですけど、まあ個人的になんか例えばツクヨミだったらなんだろう、アマテラスだったら回復5点しますよとか5点しますよとか、でなんかツクヨミだと、相手の顔に5点与えますよとか、まあ何かしらなんかこっちにメリットがあるカードがアマテラス、相手になんかデメリットを与えるカードがツクヨミみたいな感じのものをちょっと私は予測しているんですが、まあ私のこの予測と反してツクヨミとアマテラスが別々のレジェンドカード1枚ずつでまあ、あの登場する、まあ、ニュートラルとして多分出ると思うんですけど、まあその可能性もワンチャンあると。ただその場合はやっぱニュートラルのカードが2枚に分かれてしまうんで、もうこれだけでニュートラルのカードが終わってしまうと。ただまあ新しい方法としてまあそういうのもまああるのかなって思うんで、まあ、ちょっとそこら辺はわからないんですが、まあ、個人的にこういうなんか黒髪の女の子とか、まあ、まあ、ツクヨミみたいな顔の人すごい好きなんで、本当になんか強い性能で、今回なんかバハムートとか、リメイクされたり、で、アマテラスツクヨミがいるんだったら、イザナミとか、ヤマトナデシコとか、イザナギとかクシナダとか、まあ、その辺のなんか日本神話も出てくると思うんで、まあ、そこら辺もちょっと期待していこうかなと思います。まあ、結構今回なんか双子が多いんで、ね、チョイスもなすごい性能がおかしくて、まあ、先ほど挙げた動画でもそうなんですけど、やっぱ1枚のカードでチョイスできるっていうのはやっぱ実質2枚のカードと同じなんで、一気にガラリとちょっとなんか変わるかなと思ってます。アルベールもいなくなるし、まあその他もろもろドロシーとかもいなくなるか、もうがっつり環境変わると思うんで、まあちょっと今回の環境が一番荒れるかもしれないし、なんかバハムート降臨を超える、神々の騒乱を超える、なんかまた新しいぶっ壊れカードがバンバンこれから公開されていくと思うんで、私もちょっと新カードをね、いろいろ見ながら皆さんと一緒になんか情報共有していきたいなと思ってます。まあ、とりあえず今回アマテラスとツクヨミのなんか新しい情報とか、なんかちょっとでもなんか些細な情報あれば、あのコメントで教えてもらえるとすごい嬉しいなと思います。あと画像ハート終わらしていこうわ。